ビデオカメラのデータ復旧を行いました。京都府のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはソニー HDR SR11、 ハードディスクに異常が発生し、データがすべてなくなってしまった。 HDD フォーマットエラーというエラーメッセージが表示され、 E3100 というエラーコードが点滅しているという状況です。データ復旧処理を行い、およそ12時間の動画データの復元に成功しました。